皆さんいつもありがとうございます新倉正幸ですよろしくお願いいたします皆さんご存知の通りマスメディアがですねトランプ大統領の偏更報道を続けています民主党が勝ったかのような対処したかのような偏更報道もありますしかし実際起こっていることは 民主党の敗北です。マスメディアは民主党が善戦したかのような書き方をしていますが、民主党の負けでしかないと私は思います。その裏付けにですね、先ほどバイデンさんが会員のですね、負けを認めました。事実上の敗北宣言です。共和党が 会員奪還まであと少しのところまで来ていますそしてですねどのようにバイデンさんが認めたかというとこのように言っています会員でよほど異例なことが起きない限り票を確保できないと話しています 事実上の敗北宣言ですが、よほど異例なことがですね、今まで起こってきましたので、まあ、最後までね、油断できないんですが、バイデンさんがですね、事実上の敗北宣言をしました。マスメディアは散々、共和党が負けたかのように煽ってきましたが、共和党の勝利です。 実際トランプ推薦候補の勝率は9割以上もあってですね、トランプの推薦がなければ共和党が勝てないことが明らかになりました。マスメディアは、ね、散々嘘を言っていますが、トランプ推薦候補の勝率は圧倒的です。 アンチトランプの中にはトランプの推薦がなければもっと勝っていたみたいなことを言う人がいますがそもそもトランプの推薦がなければ共和党内で勝つことができません。 そして本選に出ても共和党の支持もなければ民主党から共和党に入れるなんてほとんどありえないのでアンチ・トランプの人はですねありえない話をしています、まあ、マスメディアに騙されている人も多いので、まあ、そんなもんでしょう、えー、そしてですね今日15日の深夜にトランプ大統領の重大発表がありますこう思うのは 私だけでしょうかその重大発表に向けて私はこう思っています最後までマスメディアがトランプ大統領の足を引っ張っているといろんなところで開票作業が続いていますが遅いだけではなく止まっているように見えますトランプ大統領の出馬宣言 出馬表明を潰そうとしていると私は思っているのですが皆様はどのようにお思いでし,ょうかしかしですねもしそんなことが起こってもトランプ大統領はそんなことには一切ひるみません自ら共和党を率いて2024年の大統領選挙に立候補しようとしています一切 マスメディアにひるむことはありません。そんなトランプ大統領をですね、今後も皆さんと一緒に応援していきますのでよろしくお願いいたします。動画を最後まで見ていただきましてありがとうございます。高評価、チャンネル登録、コメントもありがとうございました。ぜひ、えー、共有ボタンも使ってみてください。トランプ大統領で決まりです。